5代目山口組組長を16年間も務めた方です。栃木県生まれ、豪農の次男坊として生まれた。戦後の農地改革で実家の土地の大半が取り上げられてしまったにもかかわらず、貧しい暮らしはしなかったという渡辺家に育ち、少年時代から体も大きく腕力もあり、喧嘩自慢であったが、実家の畑仕事を手伝うような高校者であった。勉強が苦手で中学校卒業後東京へ上京したということですね。東京では蕎麦屋さんや敵屋などで働きながら、仲間と愚連隊のような活動もしていた。17歳の頃、東京進出をしていた山県組若い衆と知り合い、組に誘われ神戸へ移った。神戸ではまず山県組傘下の建設会社で働くことになった。これは忍耐力があるかどうかを確かめる入門テストであったようですね。仲間と交代で仕事をしたりバイトしたりしながら勤め、無事山県組若い衆となった。山県組の正式な組員となってから山県組組長の月になったということなんですね。運がいいのか、何か光るものを持っていたのか、入ってすぐに組長の月人とか、まあ秘書ですね、組長秘書になれるっていうことは、まあまあなことなんですね。山県組組長、山県さんのその若い衆に対する人となりっていうか、その優しさは知られているところですが、この渡辺さん、山県さんの麻雀中に居眠りをして組長を一人で帰らせてしまうという痛恨のミスを犯す。まあこの山県さんはこのまま寝かせといてやれと優しく許したものの、秀子姉さんからは帰宅後大変厳しく叱られたということは有名なお話です。山県組組長はとはこの相性があったというか、親分子分でも合う合わないがありますから、失敗はしたということですが、その度許されて、逆にそれはそれでとても可愛がられたということですね。栃木県出身で関東出身の渡辺さんは山県組の中では少し浮いた存在であったようではあったみたいですね。山県さんが収監中射程頭とトラブルを起こした渡辺さんは、射程頭から破門させられたが、組長の出所後破門を解いてもらい、山県組へ復帰した。渡辺さんは秀子姉さんからの依頼で山県組組長の身代わりに出頭し、懲役に服したことをきっかけに秀子姉さんが後見人となり、山県組若頭へ出世した。これを機に神戸を拠点に権竜会を結成。権竜会の会長は渡辺義則さん、相談役には腹心であるあの中野会の中野太郎さんを据えたということなんですね。逆に言ったら、その神戸、関西の地元ではないからこそ、その派閥争いっていうものにからは外れたところにあったのではないのかなっていう見方はありますね。先輩後輩のいろいろドロドロしたっていうものがないっていうのは一つの利点だったのかもしれないです。田岡組長、山県さん、山県組組長の二人を亡くしてから、渡辺さんは二代目山県組組長の座につき、山口組若頭補佐執行部入りとトントン拍子に出世していったんですね。四代目山口組組長竹中正久さん暗殺事件後、頭まで昇進していた渡辺さんは、匠勝さんを後ろ盾に得て5代目山口組組長にまで上り詰めたと。当時まだ40代、そこに行くのにですね、これといったその大きな、この有名なこの武勇伝というか、いわゆる何か伝説に残るようなことをしたということではないですし、これといった山口組への貢献もなく、これといったこともと言われていましたが、匠若頭があの手この手あらゆる手を使って、周りの組と組長たちのですね、直系組長たちの同意を得て、同時に中西代行の説得に成功して、匠若頭の協力なくしては組長にはなれなかったということは、もうこれは間違いないことですね。実際組長としての肩書きはあっても、執行部が決定権を持ち、匠さんの意向が渡辺さんの意向より重んじられていたのは周知の事実であってたことですし、特筆するようなエピソードが何もない渡辺さんであるが、しかしながら数字的には組員増員組織拡大の絶頂期に組長であった人物であることは間違いないことなんでございますね。そしてまたこのその時にですね、この渡辺さんの姉さん、奥様は神戸でブティック経営をしており、高額な商品ばかりを取り扱い、まあ組員や組関係者を乗客に持ち、お店はかなり繁盛していたという、まあ言い方によっては繁盛させるために組関係者などに売りつけていたという記述があるんですが、これは
というよりももう買わなきゃいけないような状況だったんですよね。ね、それが、末端の全国津々浦の末端の組までも何セットっていう風に回ってきて、田舎っていうか地方でもそれを着ていることがステータスみたいな、組に割り当てが全部来るわけじゃないもんですから、そうすると留置所拘置所でやっぱりそれを着ているっていう現象がありましたし、まあ、私のところにもね何着がありましたよ。それいろいろこの回ってくるわけですよ。買えない値段ですよ。でまあ質問まあだからねっていうことなんで、今あったらねいろいろね100億メルカリでね、シャバにいたなら売り飛ばしたいところですわ。あえてブランドは言わないです。もうこれコメントで出てくると思いますよ。なんとかってもう出てくるんですよ。でもじゃあそんなにかっこ悪いもんではなかったんですよ。その時その時代では品質はうんぬんって言ってもデザインがそんなひどいっていうわけではなかったんですよ。でそうなってくると、これまた余談になりますけど、だいたいその組員関係者が着る服っていうのがあってですよ、週刊誌が出るとみんな大体似てるわけじゃないですか。もう5代目が着ちゃったらその服買えないっていうのがあって、着れないっていうのがあるわけですよね。だから服、その専門の、これは誰それさんが、これは誰それさんが来て、これはまだ誰も来てないですよっていう売り方をしてたのは、なんか覚えておりますね。2004年長期療養を宣言をして、執行部に全ての権限を委ねた。まあ、使用者責任逃れとも言われても仕方ない、静養宣言でしたが、それからほどなくして、渡辺さんは引退します。64歳。病気が理由としたかったようですが、まあ、クーデターともね言われております。引退理由として噂されているのは以下の3つ。まあそのお金に汚すぎたから、金銭への執着が強すぎて、その若い衆から嫌われすぎたということですね。まあ袖の下というか、もうまあでもね好みということなんですが、まあそれはそうなるのかな。まあ、いわゆるこれ調べていくと、通常の利権者を無視して私腹を肥やしすぎたのが引退につながったって言っても、まあそもそもねっていうか、もうその力の神通力が通らなくなったっていうことでしょうね。匠若頭射殺事件の関与、黒幕として渡辺さんの存在が問題になり引退せざるを得なくなった。まあ多分ここが大きいとこだと思います。まあ引退後の退職金じゃないですけど、そのお金があったから引退したということも書かれておりますね。引退後6年で、去年71歳で亡くなった渡辺さんですが、引退してからは聞くところによると、かっての若い衆、山県組の若い衆からなのか、恐喝行為を受けており、生活費にも困るほどということみたいですが、まあ、そうせざるを得ない状況があったのかもしれないですし、生活は山県組が面倒見ていたようですね。晩年の生活のショックから、年齢的にはまだ若いのに認知症的な症状も出ており、面会に来る方の名前もわからなかったというようなことがあったみたいですね。まあ山口組の歴史を振り返りますと、初代は息子さんに2代目を譲ったが、それ以降山口組組長は生涯現役であったと。渡辺さんもきっとそのつもりでいたのではないだろうかと思います。しかしどこかでこの流れが、運が変わってしまったのか、まあ自分で築き上げてきていない組織の頂点に立った時に、まあ実力以外のまあ神がかり的な運に恵まれたはずの渡辺さんが、その強運から見放された原因が、まあ引退の真相であり、そこのことが今だに尾を引いてるっていうのが現状じゃないのかなと思います。まあ山県組の命運はそこの時から見えていたのかなっていう気もします。